私たちが普段の日常の生活で無意識に行うことがあるハンドサイン。しかしハンドサインは言語と同様に万国共通ではなく、国や地域によってそれぞれ意味が異なります。中には相手を不快にさせたり怒らせたり、最悪の場合自身の命に危険が及ぶほど悪い意味とされているものもあるのです。今回はその海外へ行く際、外国人とコミュニケーションを取る際にやってはいけない危険なハンドサインを10個紹介していこうと思います。1つ目、中指を立てるポーズ。主にくたばれといった相手に対しての侮辱や挑発を意味しており、特にアメリカやイギリスが有名ですが、実際は世界のすべての国や地域でやってはいけないハンドサインとなっています。2つ目、サムズダウン。この親指を下に立てるポーズは主に悪い、殺す、死ねなどといった意味となり、こちらも世界のすべての国や地域でやってはいけないハンドサインとなっています。このハンドサインの歴史は古代ローマにまで遡り、競技場で闘牛が行われた際に負けた側の選手に対して観客などが行っていたのが始まりとされています。3つ目、ピースサイン。よく写真の撮影などで行われることが多く、他にイギリスなどの英語圏では勝利という意味で V サインとも言われています。しかしこのピースサインは南ヨーロッパのギリシャではくたばれといった相手に対しての侮辱の意味となるのです。これは古代のギリシャで犯罪者に対して2本指で物を投げつけていたことに由来していると言われています。4つ目、サムズアップ。主にいいねと評価をしたり相手を褒める意味合いで使われますが、アフガニスタン、イラン、ギリシャ、イタリアの一部などでは相手に対しての侮辱を意味しており、相手を褒めているつもりが逆に侮辱していると誤解されますので、間違ってやらないように気をつけましょう。5つ目、小指を立てるポーズ。日本では主に恋人や愛人という意味となっていますが、インドネシアやシンガポールでは最低または小さいという意味となっています。またこのハンドサインは中国でも悪い意味となっており、中国では無能、役立たずという意味となっており、これでうっかりと相手を怒らせないように気をつけましょう。6つ目、ストップサイン。よく止まれ、落ち着け、やめろといった意味合いで使われますが、ギリシャではお前の顔に泥を塗るぞといった相手に対しての侮辱を意味しており、またアメリカの一部の地域ではあなたの話は聞きたくないという意味となっており、相手を落ち着かせるつもりが怒らせることになってしまうので気をつけましょう。7つ目、裏ピース。よくレストランや居酒屋などの飲食店のオーダーでこれ2つくださいと言って使う人もいますが、イギリスではこのハンドサインは相手に対しての侮辱を意味しているのです。これはかつての100年戦争で敵対していたフランス兵が、捕虜となったイギリス兵が弓矢を引けないようにするために人差し指と中指を切断していたことが由来となっており、そのため相手を挑発する意味合いとなっているのです。8つ目、フィンガークロス。日本ではあまり馴染みのないハンドサインとなっていますが、アメリカなどの英語圏では幸運を祈るという意味となっています。しかし東南アジアのベトナムでは相手に対しての性的侮辱を意味しており、うっかりやって怒らせないように気をつけましょう。9つ目、 OK サイン。日本ではその名の通りいいよや分かったといった意味となりますが、フランスではゼロを表すサインとして無意味、無価値という意味となっているのです。また南米のブラジルでは自分は危険なやつ
や相手に対しての性的侮辱を意味しており、かなりの高確率で警戒されますので気をつけましょう。10個目、ガッツポーズ。主に勝利や喜びなどの意味合いで使われていますが、パキスタンでは相手に対しての侮辱を意味しており、間違ってやらないように気をつけないといけません。またフランスとブラジルの場合、ガッツポーズをしている腕をもう片方の手で叩く、これは中指を立てるポーズと同じ意味合いとなっており、間違っても絶対にやってはいけません。はい、以上が海外でやってはいけない危険なハンドサイン10選でしたが、今回紹介したハンドサインの中には驚いてしまうほど意外なものもあったかもしれません。しかし冒頭で言いましたように、ハンドサインは言語と同様に万国共通ではなく、国や地域によってそれぞれ意味が違ってきます。少なくとも知っていて損をする話ではありませんので、もし海外へ行く際や外国人とコミュニケーションを取る際は、間違ってやらないように気をつけましょう。皆様、ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。それでは。